はいおはようございます私の方から特にあのご報告することはありませんあのご質問を受けさせていただきますテレビ朝日の北村です先週公表された食料農業農村の役割に関する世論調査について伺います世論調査の中では食品価格の値上げについて許容できると答えた人が75.5% 75. いる一方で受けれられる値上げは 値上げ幅は1割高とした人が最多となりました。基本法改正案の通常国会提出を見据える中で、この世論調査の結果について大臣はどう受け,受け止めているのかお聞かせください。よろしくお願いします。はい、えー。内閣府が公表しました食料農業農村の役割に関する世論調査では、お尋ねの食品を購入する際の意識の質問に対しまして、 食品価格の高騰を受け1割高までであれば許容できると答えている人が 37.5%1 割高から2割高までであれば許容できると考えている人が29.8%でありましたさらにこれらを含めて値上げを許容できると答えた人の割合は,割合は全体で75.5%と高い一方で 昨今の食品価格の高騰に対して実際に取った対応は価格の安いものに切り替えたという人が59.5%でありました。このように本調査では食品の値上げに対しまして一定程度許容する意識はあるものの行動変容までつながっていないという実態が浮かび上がったものと考えております。 いずれにしましても、生産資材や原材料の長期的な高騰が見られる中、食料の安定供給を持続的に行っていくためにも、これらの費用の動向について、生産から消費までの食料システムの関係者間で認識されるとともに、認識されるとともに、消費者に実際に行動を変容していただくことが、 適切な価格形成に必要であると考えており、関係者の理解醸成等を促してまいりたいというふうに思っておりますありがとうございますす社からは以上です各社お願いします。 すみません。読売新聞、の浜田と申します。えっと、能登半島地震について2点お伺いします。1点目なんですけども、えっと、農地への被害に関しまして、あの、現状更新されて把握していらっしゃるものがあれば教えてください。あと2点目が、えっと、漁業に関することで、えっと、先日のあの、なり支援パッケージで、あの、水産、えっと、基盤等の緊急、あの、調査等も行うということがありましたので、あの、その調査の進捗状況と、あの、まだ途中経過でありますが、その、あの、調査を聞いて、 総理、岸田大臣としてあの、改めて被害について、どのようにご認識されているか、あー教えていただければと思います今般の地震による農地の被害につきましては、1月29日現在で、石川、富山、福井、新潟、長野、岐阜の6県で、 432カ所の被害、被害が報告をされております。他方で降雪などにより、現地での被害状況の全体像の把握には、一定の時間を要することも想定をされます。引き続き被災自治体と連携し、 被害の速やかな全容把握に努めるとともに、1月25日に取りまとめました被災者の生活となりわい支援のためのパッケージを踏まえ、来年度以降の営農への影響が最小限となりよう、査定前着工制度を活用するなど、農地等の早期復旧を図ってまいります。なお、農地被害の全容が明らかになった時点で、 え、同パッケージにおいて対応できないことがあれば、追加措置についても検討していきたいと考えております。あ、漁港の方ですね。はいはい。すみません。漁港がありました。え、今回のあの、緊急調査は、漁、漁業の一日も早い、 復旧に向け、地盤流気等の被害実態を把握するための詳細な調査等や復旧方針の検討を行うものです。いずれも地元自治体との連携が不可欠であり、ある,あることから、現在速やかな実施に向け、石川県との調整に入ったところです。今後調査の結果を踏まえて、短期的ななりわい再開のための仮復旧と、 中長期的な本復旧を適切に実施してままいりますその際、地元の皆様との対話が重要であり、県とも十分に調整を図りつつ、段階を踏んで、地元の漁業関係者の意向を尊重しながら、丁寧にきめ細かくしてまいりたいとも考えております。 日本農業新聞の宮本と申します。J クレジット制度について伺います。温室効果ガスの排出削減量を認証する J クレジット制度で、水道の中干し延長がによる削減実績が初めて認証されました。これについて大臣の受け止めと,、えっと、農業での環境負荷低減につながる取り組みだと思うんですけれども、J クレジット制度について大臣期待することがあればお聞かせください。よろしくお願いします。 農林水産省では、緑の食料システム戦略に基づきまして、温室効果ガスの排出削減に資する取り組みを後押しするために、J クレジット制度の活用を推進をいたしております。先週26日、J クレジット制度の認証委員会が開催をされ、水道栽培における中干し期間の延長、 家畜排泄物管理方法の変更の二つの方法論に基づく排出削減量が初めて認証され J クレジットとして取引可能となりました。特に水道栽培における中干し期間の延長は 生産現場において比較的容易に取り組める、そして、かつ、水田からのメタン排出が3割削減できる大変効果的な手法であり、今後さらに取り組みが広がっていくと期待をしております。引き続き J クレジット制度を推進することで、地球温暖化対策に加え、販売収入も期待できることをしっかり周知しながら、 農業分野における取り組みを拡大してまいりたいというふうに思っております。 NHK の永田と申します。よろしくお願いいたします。あの輸出の関係でお聞きします。今日あの農林水産物と食品の輸出実績、去年の分が公表される予定となっています。改めてあの中国によるあの水産物の輸入停止措置が今回にあの及ぼした影響についてどのように考えていらっしゃるかということと、それからあの足元で、えー、輸出先の多角化の取り組みの進捗についてどのように評価をしていらっしゃって、これからさらにあの輸出を 伸ばしていくためにどのような取り組みが必要と考えていらっしゃるかお聞かせください。いはい。えー、えー、2023年12月の農林水産物食品の輸出実績につきましては、まあ本日夕方公表予定ですので、まあ詳細については。 のコメントは差し替えさせていただきます。これまで公表された昨年11月までの農林水産物食品輸出実績では、中国向けの輸出につきましては昨年1月から6月までは毎月対前年比増で推移をいたしましたけれども、放射性物質等の検査措置が強化されました7月以降は毎月対前年比減に転じました。 9月以降は、新珠島を除く水産物の輸出額がゼロになりました。中国につきましては、ついては、我が国水産物の主要な輸出先国であったことから、中国による水産物の輸入停止措置については、少なからず影響があったことは否定できませんが、 中国以外の輸出先の開拓に取り組んでいるところであり、アメリカ向けのホタテの輸出額は、昨年9月から11月で見ますと、対前年同期比で約2倍となるなど、一定の成果が見られているところで、見られるところであり、これらの活動の 今後の成果に期待をしているところです。あの、ホタテの一先の転換、それから、あの、高く化を進めるため、水産業を守る政策パッケージに基づきまして、ホタテ等の一時買取り保管支援、海外を含めた新規の販売開拓の支援、ビジネスマッチングや食品、飲食店フェア等の 支援を現在実施して、輸出拡大を図っているところです。昨年12月の輸出実績は現在集計中でありますけれども、先ほど言いましたように、9月から11月までの実績を見ると、一部で輸出先の転換が進んでおります。 アメリカ向けのホタテの輸出が前年同期で約2倍となっているということを先ほど申しました。また、あの、ベトナムにおきましても、空向きを行い米国へ輸出するルートの開拓のため、国内の生産者、輸出業者、輸出事業者によります現地視察商談ミッションの派遣や、 海外外国人バイヤーの国内産地への招聘にも取り組んでいるところです。今後もホタテ等の輸出先の転換、多角化を進めてまいりたいというふうに思っております。